よいしょ。コツがあります。全部のコツを紹介することはできないんですけど、最低このことを分かっておいたら、大きな違いが出るんじゃないかっていうのを、5つほど具体的に書きながらちょっとやってみたいと思います。まずはじめが木の、葉っぱですね。葉っぱの書き方、絵を始められたほとんどの方が、この書き方をされてるんですけど、これ直すと全然違うものになります。ちょっと見てください。お願いします。具体的に葉っぱを描かないという件ですけど、まず書いてみますね。これがよくない例の方です。こういうふうに実際の目には多分おそらくこういうふうな葉っぱに見えてるんだと思いますね。特に近い位置にある樹木の葉っぱってはっきり輪郭見えますから、とこういうふうに描いてしまいます。描き方も今描いているように隙間を開けて均等に描いてしまう方が非常に多いです。色ももう単一の色で結構強引にガッと描いてしまいます。こういうふうにどんどんこう葉っぱを木を完成させることが目的になっちゃって、どんどんこう描いていくんですね。均一にこうやって描き進めていきます。で、輪郭を取ったらダメって言われると、こうやって描いていくんですね。ちょっと進化系の人はこうやっていきます。でも結局これも変わらないんですよね。結局これも葉っぱ一枚一枚を結局描いてるんですよね。描いてこうやってなっちゃうんですよね。で、この均等に描かれた葉っぱのこの中に後になるか先になるかは別にして、この際もう後になっても先になってもあまり大きな変化はないと思うんで、その後に枝を描いていくんですけど、何でしょう、何ですかね、絵画をやっている絵画の絵と思えない感じですよね。でもこれ非常に多いです。枝に葉っぱをたくさんつけなくちゃいけない。そうしないと木に見えない。なんかね、その意識が強いのか、そういう絵の方おられます。で、僕の方で進めてるのは、こんな、今わかりますかね。ちょっとごめんなさい。ちょっと使ったはいい。おすすめできない。ちょっとおすすめできない。青が入っちゃった。書かない。もう書かないようにする。もう書きたくて仕方がない。
だって目の前にもう葉っぱが見えてるんですもん。それは描きたいですよ。もうそこをぐっと我慢して描かないようにする。具体的にはもう描かないようにする。で、コツの一つとしてちょっと伝えてなかったんですけど、今言いますけど、筆、なんとかな、細いところはちゃんと細く描くってことですかね。今細い枝を描いてるじゃないですか。これ結構なんだろうな、あんまり気にしないでガッと描く人いるんですよ。細い枝は見えてるはずなんですけど、細く描かなくちゃっていう意識もあるんでしょうけど、結構ね、その辺強弱があまりつけれてない人がいますね。理由はよくわかんないんですけど、やっぱり遠近感もなくなっちゃいますし、やっぱ細い枝はちゃんと細く描く、大事なことなんですけどね。具体的に輪郭を取った葉っぱを描くと、やっぱ絵が止まっちゃう、漫画になるってことですね。ね、具体的に描かないと、これ葉っぱなのって、まあ、質問されることもないとは思うんですけど、木に見える。一番大事なのはあれですね。環境の中に溶け込んでるんですよね。揺らぐ空気の中での物体。植物なので葉っぱが揺れてる感じも出ていたり、止まっていない。決して止まってはいないってことですよね。こっちは止まってます。具体的に描かないっていうのはこういうことです。木ということが十分伝わるので、これは木に限らず、具体的に描かないっていうのは木に限らずやった方がいいですね。車であっても人であっても、具体的に描かない。そうですね。なかなか言葉で表現は難しいんですけど、こういうことです。はい。葉っぱの描き方、どうでしたでしょうか。早速実践してもらえると、違いが、まざまざと出ると思います。できるだけ分かりやすくやったつもりなんですけども、どうでしょうか。続いて、空のことで一つ。空の、青色、特に、雲が少ない空ですね。昼間の空、天気がいい日は青。ぐらいですね。あまりですね、空にあまり空の色にあまり注意して描かれてる方がいないですね。空をですね、意外と注意しないと、色目には注意しないと危ないですね。仕上がり全体に結構影響する部分ですね、色目が。そこちょっとやってみたいと思います。これセロリアンブルーですね。空を描くときによくセロリアンブルーを使ってというふうに言われることありませんか。どうでしょうね、空の色を表現するのにはこれがちょうどいいのかなということで、よくセロリアンブルーを
使われますよね。紙はこれちなみに今水彩紙のアバロン 300g で 中目と粗目の真ん中ぐらいですかね。こっちはセロリアンブルーで混色してないです。で悪い例としてあげるのはこちらですね。混色なしでそのまま塗ってしまう青空。あとセロリアンブルーじゃなくてもう少し濃い青、夏の空とかっていうのはよく使われる色がもうちょっと濃い青ですよね。画面でわかりますかね。ちゃんとこれ画面で出てるかどうかがちょっと心配なんですけど、皆さんそれぞれねコンピューターの画面が設定が違うので一体どういう色に出るかっていうところはちょっと不安はあるんですけども、夏の空としてよく描かれるこの濃い、これ濃いと言えますかね、まあまあ青色、どういうふうな色になって、どういうふうな色で画面に皆さんの画面に映ってるかがちょっと何とも言えないんですけど、こちらでは一般的な青ですね。本当にコバルトブルーと言われる、コバルトブルーと言われる青です。こっちセルリアンブルーです。で、僕が言うところの少し赤を混ぜるっていうのがこのコバルトブルーで言うと、まあ僕コバルトブルー結構使うことが多いんですけども、空にちょっと違いをはっきりさせるために若干ちょっと誇張してるんですけど、わかりますかね、わかるかな、これ若干こっち赤一般的な赤ですかねを足したものですね。これ赤が入ってると、赤が入ってるっていう感じに見えないかもわかんないですけど、セロリアンブルーのこのブルーに足す赤はちょっと気をつけないといけないかと思うんですけども、ちょっと選ぶ赤を間違えちゃうとちょっとくすみ加減になってしまうので、これ画面でどこに伝わってるか非常に不安ですけど、今描いてるのがちょっと赤を入れてます、セロリアンブルーに。微妙ですけどね。やりすぎちゃうと画面で分かりやすくと思って赤入れすぎると紫になっちゃうんでね、ちょっとあんまりできないんですけど、極端にはちょっとこのセロリアンブルーの方が極端にできないんですけど、分かるかな、僕が勧めてるのはこっちですね、こっち側のちょっと赤っぽい、これちょっと画面で分かんないかも分かんないですね。皆さん画面の設定が違うからどういう風な色になってるかがちょっと微妙すぎて、ちょっとこれはちょっとあれかな、例としてあげたの良くなかったかな、伝わらないかも分からないですね。逆に誤解呼ぶかな、この違いで判断するのは難しいかもわかんないですね。
ただ言いたかったのは、まあ、どの青を選ぶにしても、やっぱりちょっと赤み、ちょっと赤みを足しておいた方が良いということですね。空やってみました。自分がやってきた空の色とはちょっと違うなと思っていただけるといいかなという感じですね。続いて、植物を描くときの、グリーンの使い方ですね。グリーンの作り方、これもやっぱり大勢の方が、あまり意識してないような気がしますね。色を作る時でグリーンの色には注意した方がいいような気がします。危ないですね。やっぱりこれも空の青と一緒で、画面全体、まあグリーンの色が面積多かろうが少なかろうがっていう話なんですけど、少なくても画面に色が違うと画面に悪目立ちをしますね。なので気をつけないと危ないです。画面の仕上がりを落としてしまいますね。ちょっとやってみます。植物の緑の色、書きます。これ今ここには混色してません。ちょっと書き方っていうのはちょっとあれしますよ。ごめんなさい。アウトライン取らないパターンの書き方にタッチにしますね。これがね、わかりますかね、画面で。混色してないグリーンです。これがね、このグリーンがクセモンなんですよ。このグリーンがね、画面の中にちょっとでもあると、なんだろうな、すごく邪魔してくるんですよね。このグリーンに、まあ、例えば、ちょっとだけ、茶色を足す。ちょっとだけね。それだけどもう、だいぶ落ち着くんですよ。だいぶ落ち着きます。ちょっと茶色を足すだけで。で、さらに、イエローウォーカーっぽいものを足すと、さらに落ち着きます。基本グリーンを描くときは、ここのグリーンですね。このグリーンの濃淡の方がいいと思います。あまりこっちに傾くグリーンで、まあこのグリーン最悪ですけどね。このグリーンも、まあちょっと、場面によって必要かもわかりませんけど、あまり良くないです。この、モスグリーン系、本当にモスグリーンと言われるグリーンの濃淡。もう茶色じゃんって、これ茶色見えますかね？茶色じゃんっていう方がいるかもわかりませんけど、もうこれをグリーンとして描くときもありますからね。僕はもうこれくらいのものでも、描いちゃうときあります。ですから、よっぽどこれが僕嫌なんですよね。というか、多分皆さんもね、画家の方多分このグリーンはね、使うことない。で、必ず皆さんこのグリーンに混色してると思うんですよ。でもね、絵を描き始めるときは、結構このグリーン使っちゃう方います。これを使うとね、もうアウトなんですよね。もうたちまちね、画面がボロボロになっていくんですよ。画面、また色の問題なんで、ちょっと若干不安ですけど、これ伝わってますかね？これも、ね、もう禁止してもらった方がいいですね。よっぽどのなんか事情があって、絵に対しての。まあ、例えば、アクリルの画材を使って、トーンぐーんと上げて、とっても抜けのいい、
白黒はっきりしてみたいな、もう本当にパーンとした絵の中ではこのグリーンもありかもわからないですね。そういう時は。ただ今推し進めている絵の世界観でいくとこれはないんですよ、このグリーン。まあ原色を使わない混色していくっていう世界ではグリーンに限らず、今も空の青もそうでしたし、あの赤色も茶色もそうなんですけども、特にこのグリーンがくせ者ですね。そういう意味でこのグリーンを使わない方がいいというふうに挙げてるんですね。以上です。はい、どうでしたか。これもやっぱり画面での確認になるので、まあ混色の仕方やってみてください。基本はモスグリーンですね、やはり。モスグリーンになっていれば、まあ激しく、その悪目立ちはしないと思います。続いては、まあそうですね、平面を塗るとき、例えばコンクリートのビルの壁、あと、アスファルト、あと結構手前にある樹木の幹、まあ車のボディとか、結構あのパッと見た印象は同じ色で塗りつぶされているっていう印象を持つようなものばかり、平面的なものなんですけど、あの同じ色で壁の色クリーム色でストーンと塗ってしまいがちなんですが、ここもやっぱりあの透明水彩の特徴を生かしてにじませるというのを少し使うだけでぐっと違ってくると思います。これもちょっと大きなコツの一つだと思うのでやっています。次に木の幹とかビルの壁アスファルト、ここを塗っていくときにあえてちょっとにじませる、にじみの効果を使って変化をつけるということなんですけど、まず変化がないときの、まあこれ木の幹と思ってくださいね。単色で、これもねやはり絵を描き始めた方に多いですね。こう単色で塗っていく。まあこの茶色がもっと焦げ茶であったり、まあ、黒っぽかったりはするんですけど、とにかく幹をもう同じ色で塗っていくということですね。で僕の言ってるのは、例えばこう幹は幹でこう行くんですけども、このアクセントとしてあえて茶色じゃない色を にじみの効果を使って入れていく。あのこう見えてはないかもわからないです。あのこんな一本の木にこんな色の変化なんかないじゃんって言い出したらもともこもないですけども、やっぱりこのにじみを使ってあの木の幹にも表情を出していくっていうことですね。あのこっちに均一に塗ってしまうとやっぱりこれね漫画になっちゃうんですよね。申し訳ないけど漫画になっていってしまうんです。まだ生まれて間がない樹齢 2,3 年の木に、木は何古木じゃないのでこんな表現はというふうに思われる方もいるかも分かりませんけども、やっぱり環境の中にあるものっていうふうに捉えると光の加減とか
まあ、そういう要因が重なってくると、まあ、こういうふうに表現した方が脳としては落ち着きやすいんですよ。脳みそは落ち着きやすいです。この方が写実的に書こうとする場合にね、した方が落ち着きやすいです。こういうことですね。単一でスパンと塗ってしまわないってことです。あえて、何色混ぜるかにもさらによりますけども、ここ今ちょっとブルーを入れてます。でも変化が出て、こっちよりかは変化が出ます。出てると思います。コツの一つとしては、簡単なことなんで、こういうふうにやっていかれると、ぐっと絵に味わいというか変化がつきますよね。どうでしたでしょうか。5つほどコツのようなものをお伝えしました。これで全てが言えてるわけでもありませんし、もっと、違う攻め方があるかとは思います。私が、ここ5つ挙げたのは最も多いところだったので、これちょっと直せば見え方が全く違ってくると思うんですよね。透明水彩の難しさに、透明水彩から離脱しようかっていう方に対して、離脱をなんとか防いで絵を描くっていう世界から出ないようにしていただきたいなっていうのがあったもんですから、結果だけの、コツ、ちょっと強引なコツですけども、やっぱり描けた、できた、目標にちょっと近づいたような気がするというのを、まずは実感する、体感してみるっていうのは大事かなと思いますね。ということで、ちょっとそんなことを見つつ挙げてみた次第です。長いその技術を習得していく中で、言ってみれば練習ばっかり、陸上の走り込みの練習ばっかりで、一切大会に出ることがない、ただ練習だけに何年も費やしていると、やっぱり嫌になってくると思うんですよね。なので、やっぱ絵も一緒で、あまり練習ばっかりというか、否定はしないんですけど、地道なことばっかりをやってると、趣味の世界ですからね、あまり面白くなくなるんじゃないかなと、結果的にもう結果としてやめてしまうんじゃないかっていうのを、防げればなというところですね。ですから地道な練習を決してやめてしまうっていうんじゃなくて、地道な練習の中にも、技術習得の絵を描く中にも、ちょっとアクセントとしてコツのようなものとして今日の動画を見てもらって、で、後追いじゃないですけど、今日のやり方っていうのが後々後からついてくるようなことでもいいんじゃないかと思いますね。僕は正直その極端なコツのことをやってみて、少しでもいいので、できたっていう感じが持ってもらえて、透明水彩やっぱりもうちょっと続けようというふうに思ってもらえるのが一番なんで、これを見ている画家の方からは随分強引なことするなと思われるかも分かりませんが、僕はそういうことです。透明水彩難しくて描けない、だからもうやめようっていうのを防ぎたいんです。やっぱりそうしないともったいないですよね。せっかく始めたんですから、続けるためにはもうカンフル剤じゃありませんけど、時には
やっぱりね、楽しい、面白いというのをちょっと味わって、そしてまた走り出すというふうになってもらえたらなと思ってのことです。で、それでもダメだと、やってみたけど書けない、もうやっぱり面白くないっていう時は、その時は合衆しましょうか。その時はそれでもね、さっき言ったそのもう絵なんか面白くないと思ったとしても、絵を描くっていうのはやめない方がいいと思うんですよ、絵を描くっていう動作は非常に必要だと思いますね。まあ、絵に限らず、絵であったり書道であったり、自分の心の中を外に出すもんですからね。絵もやっぱり同じです。そういう意味で絵から離れてしまわない方がいいと思うんですよ。そう、だから離れる前に画集の方に行った、画集の世界 を体験してみて、もうそのまま画集でやってもいいと思います。もう画集が気に入ればね。まあ、それはそれで私も画集の方をいろいろと動画ではやってるので、まあ、最近じゃあね、画集もやったりアクリルもやったり、もうちょっといろんなことやってるんですけど、動画の中では 本題は大筋はやっぱり画集なんで、画集の方でいろいろと突き詰めていきたいんですね。なかなかね、日本はなかなか合衆をあまりやってる方いないんですよね。いろんな事情があるのかもわからないですし、認知度があまりにも低くて、合衆って何ぞやっていう、アクリル合衆なら知ってるけど水彩の合衆って何という方もいるんじゃないですかね。それぐらい認知度が少ないんで、実はいいんですよ。そこをね、ちょっとでもこう伝えていけたらな、広まらないかなと思ってるんですよね。合衆の画材という良さがね。なので、やめてしまう前に、絵の世界から遠ざかってしまう前に合衆をやってみましょう。水彩がダメな場合は、透明水彩がダメな場合は、どうしても透明水彩がダメな場合は合衆をやってみましょう。合衆を経験された上での透明水彩が嫌になってる方はごめんなさい、その場合はもうどうしようもないかもわからないです。その場合はもう手も足も出ないかもわからないです。合衆を経験されてない方です。合衆を経験されてなくて透明水彩に入られた方で、透明水彩がもう嫌で仕方ない方、その時は合衆です。合衆やってみましょう。